出し合っていきましょう。ポケモンフュージョン、こちらのゲームはですね、ポケモンとポケモンをフュージョン、合体させることによって新しいポケモンを生み出すという、そういうゲームです。早速やっていきましょうか。で、どういう原理かというと、まあ、適当にちょっとやってみようか。じゃあ、みんなのアイドルピカチュウ、ピカチュウと、これ不思議だね、合体させるとこういう感じになると、なんかゴミ袋を背負ったピカチュウみたいな、労働させられてるようなピカチュウになっていますけれど、まあこういう風に、任意のポケモンを2体選ぶことによって新しいポケモンを作り出そうという、そういうゲームですね。例えばピカチュウとカイリキだとピカリキみたいな、気持ち悪い。はい、こんな感じのポケモンができるという、そういう感じですね。で、なんかこの組み合わせ面白いですよみたいなのを一緒に教えてもらったので、ちょっとそれを試してみたいと思います。まずはキャタピーとウィンディ、左側がキャタピーで、これでも超気持ち悪いけどね。気持ち悪、キャタリキーだって、こんなのにエンカウントしたくないわな。で、キャタピーとウィンディが、面白いらしい。ちょっと見てみようか。ウィンディはこれか。じゃあウィンディ行きますよ。気持ち悪い。でもこんな神獣いるよね。なんかジブリの映画に出てきそうじゃない。てかキャタピーの顔が気持ち悪いから、何でやっても気持ち悪いんじゃない、ほら。ダメだこれ、一番目のこれが気持ち悪すぎて全部気持ち悪くなっちゃうわ。ニドリーナ。やっぱキャタピーの破壊力がすごすぎる。ちょ、キャタピーとコクーンは。まあこれはね、虫同士だからまだ合うんじゃないかな。プリンとか、うお気持ち悪い、顔面歪んでんじゃねえかよ。なんかもうさ、人体実験に失敗してできた生物みたいな、新生物みたいになってるよ。なるほどね。まあこんな感じです。作っていくと巨神兵の網だめだな。次がバタフリーとユンゲラが面白いし、ちょっとバタフリーやってみるか。ちょ、キャタピーの、もうこれも気持ち悪いわ。てか虫ポケモン基本的に気持ち悪すぎだろ。で、ユンゲラ、まあ、もう想像したくないんだけど、もう気持ち悪いのが確約されてるじゃん。じゃあ見てみようか。もうガが強い2匹だからね、どうなるのか。いきます。うわー、気持ち悪い。なんかの B 級ホラー映画で出てきそうだよね。宇宙侵略とかしてそう。バタフリーの顔も結構すごいからな、合わせるとすごい。これいそうだね、色違いポケモンでいそうだ普通に。虫ポケモンやっぱ破壊力すげえな。うわ、尻尾はまだ冷静さを取り戻してる。でもここまでは侵食されちゃったんだね。尻尾だけは頑張って生きてると、そういう感じか。すげえな。で、次が臭い花とニャンス。もう臭い花がだってもうおかしいもん。臭い花の時点で気持ち悪いからね。それと何を合わせる、ニャンスか。臭い花、ニャンス、まずは臭い花と。いそう、これもポケモンでいそう。で、ニャンスね、植物と哺乳類はダメだって。その組み合わせやっちゃいけない組み合わせだから。で、ニャースが、これか。じゃあ、いきます。おっ。臭いイースだって。ポケモンの名前でもいそうだよね。臭いイースってただの悪口じゃねえかよ。やだな、こんな名前つけられて。まあでもなんか、ちょっとやつれたニャースみたいな。病気になってニャースでこういうニャースいそうだもんね。アローラというか、ベローラみたいな。そういう姿のみたいな。次が、コイルとラッキー。ラッキー可愛らしい見た目だけどね。コイルが加わることによってどうなるのか。見ていきましょうか。コイルが、こいつで、もう一つ目になるわけか。もう想像できるじゃん、あの可愛らしいラッキーがどうなるのか。じゃあラッキー行きましょうか。ほっ。コイッキーだって。もうなんか闇落ちしたラッキーみたいになってるじゃん。ギャンブルとか好きそうみたいな。こんな可愛らしいラッキーがこんな姿になってしまって。可愛い系ポケモンはね、やっぱね、変化がすごいね。やっぱ元々が可愛いポケモンっていうのは、こういうのと合わせると強いね。これちょっとインパクトでかいわな。なるほど。でもよく見ると可愛いかもしれない。ラッキーが可愛すぎるだけであって、これ単体で見たら可愛いかもしれないね。コイキで名前も可愛いし。じゃあ次が、オムスターとブースター。名前似てるけどね。オムスターがだってもう気持ち悪いもんな、あれ単体で。じゃあ見てみようか。オムスターが、こいつ。これ相当気持ち悪いぞ。この顔がラッキーついて、これちょっと期待しちゃうな。で、面白いとブースターね。ブースターも可愛いポケモンだからね、どんだけ変化するのか見てみましょうか。いきます。名前オムスターのままじゃねえかよ。オムスターが乗っ取ったみたいになってんじゃん。ブースターの存在を全て消して私がこの体を乗っ取ったみたいな。これ気持ち悪いな。これはちょっとペットとして飼いたくないな。
なるほど、多分オムスター系全部気持ち悪いと思うよ。オムスターとルージュは気持ち悪いのと気持ち悪いのが合体したら。やだ、こんなダッカ買いたくない。気持ち悪い。で、どうかすわ。合うな、オムスター。オムスター破壊力すごいぞ、これ。ペルシアンは。侵食されても全てが乗っ取られるよね。オムシアンだもん、ね。オムライスみたいでいいんじゃねえか、ちょっと。オムロップ。馬の名前でいそうだよ、オムロップって。ドガ、またドガス。まあ、そうかね。一個だけ侵食されて、もう一個はもう嫌そうな顔してもこれ。やだなぁ、こいつと合体するのやだなぁ、みたいな。面白いな、オムスター。で、次が、マダツボビとゴローニャ。またゴローニャ出てくるのか。また、あの顔に、ムキムキマッチョになるわけでしょ。ちょっと見てみようか。で、マダツボビと、これはこれでちょっと可愛らしい見た目してるけどね。で、ゴローニャね。ゴローニャか、ムキムキマッチョ、怪力じゃなかった。ゴローニャの方ね、あの岩ポケモン。あの岩の真ん中にこのマダツボビの可愛らしいフェイスが合体すると。見てみましょう。マダーニャだって、まだだよ、みたいな。デジナーニャみたいになってんじゃねえかよ。え、可愛いじゃん、ちょっと。ちょっと可愛いと思う。ねえ、こんなの出てきたらちょっと恐怖だけどさ。ゴローニャかっこいいけど、これになることによってちょっと可愛らしさ増してるじゃない。ねえ、草地面タイプって強そうだし。うん、いいと思う。え、次が、ラッキーとコクーン。またラッキー出てきたね。あの可愛らしいラッキーがコクーンと合体するとどうなんだろう。ちょっと見てみましょうか。ラッキーが、こいつ。ラッニャーだっ、ね、てすげえ発音してない。ラッニャー。超言いづれ。なんか溶け出してるじゃねえかよ。で、このラッキーと、コクーンね。コクーンか、どうなるんだろう。コクーンあった。じゃあいきます。ほっラン、ランって言いづらいし、これ完全にチンコじゃねえかよ。色といい、形といい、艶といい、完全にチンコじゃねえかよ。ふざけんなよ、お前。もう絶対狙ったでしょ、これ。やめて、そういうの。私、下ネタ苦手なんで、そういうのやめてください、ほんとに。しかも、ゴツゴツして。でも、ピンクなんだね。まだ生まれたての子羊みたいなピンクなんだ。なるほどね。じゃ次が、ヤドランとディグダ。あの可愛らしいヤドランがディグダ。地面に埋まる感じなのかな。ちょっと見てみようか。ヤドランと、殻にこもる状態なんじゃないこれ。このさ、パルシェンのさ、カイと一体化した姿みたいになってんじゃん。メガ進化でもしそうだよね、これ。で、ヤドランとディグダか。ディグダ、ディグダの可愛らしいディグダ。見てみましょう。こいつ、いきます。ほっ可愛いけど、完全にチンコじゃねえかよ。完全にデブのチンコじゃねえかよ。ふざけんなよ、お前。ちょっと被ってるチンコじゃねえかよ。やめて、そういうの。だから、2連続でそういう絞れたらやめてください、ほんとに。いい加減にしてください。ていうか、もうディグダの姿だったら全部こうなっちゃうかな。かわいいな、これ。じゃ次が、バリアードとパルシェン。パルシェンか、かわいい。バリアードの顔はそこまで気持ち悪くないから、もしかしたら可愛らしくなるんじゃないかな。でまずはバリアードから。こいつ。はい。あー、さっきと大して変わらないね。ちょっとなんか、出来物ができちゃったみたいな。先っぽに出来物が できちゃったみたいな、そんな感じになってるね。で、このディグダを、パルシェンにすると。パルシェン、で、パルシェンいきます。いきましょう、パルシェン。さあ、どうなるか。いきます！ほっ！ふざけんなよ、もう完全にあれじゃねえかよ。もう言えないけど。私、下ネタ苦手なんで言えないけど。ピンコ、ピンコと来て、これやめてください、本当にもう。バリアーシェンって。中国にいそうじゃねえかよ。もう完全にやめてよ、ちょっと、もう。狙ってきてるよね、この3連続は。この順番の並びに悪意を感じるわ。じゃあ最後です。最後。ファイヤーとディグダ。え、また下ネタ？でもなんかそんな感じしないけどな。伝説ポケモンここで来るのか。ファイヤーいきます。まずはファイヤー。あははは、殻に閉じこもったファイヤーみたいになってくる。これはこれでありっちゃありなのかな。うん。で、ファイヤーとディグダね。いきます。頭の炎とかどうなるんだろうね。じゃあ行きましょう、ディグダ。ほいただ埋められてるだけじゃねえかよ、これ。これあれじゃん。ゲットしたけど使えないからって言ってチャンピオンロードに埋められたファイヤーじゃん。ひどすぎだろ、お前ちょっと。ファイヤーさん涙目じゃねえかよ。伝説の山頂の中で一人だけ使えないみたいな感じで。完全に埋められて置いてかれてますわ、これ。なるほどね。やばいわ、これ超面白いわ、このサイト。ポケモンフュージョン。いや、これちょっといろんなキャラクターで試してみたいね。
はい、皆さんもぜひこちらちょっとやってみてください。で、面白いポケモンの組み合わせがあったよっていうのを見つけましたら、ぜひともコメントで残していただけると助かります。ちょっとそれもやってみたいからね。いや、これ面白い。無限の可能性があるからね。151種類×151種類だから相当なキャラクターがね、出来上がると思う。面白いな。ちょっと面白い組み合わせ待ってます。はい、というわけで時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。いや、面白かったなこれ。お疲れ様でした。バイバイ。